またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお踊れら、人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ、早く出てかんとぶち殺す。あいつ単価切るのだけは声でかくていいよな。病、出て行けっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。カモン！もしかして助けてくれるの？え、嘘、ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っちゃいます。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。 Go next on the cutting board。 さあ行きますか。俺の島で暴れても覚悟はできてんだろうね。よし、うるせえ、お前のためにやったんじゃねえ。敵に回すと厄介だけど、味方に頼むのも楽しいわね。全力でいくよ。覚悟。よっ。お似合い。ちゃんちゃんいてね。やつといてね。俺の番だな。わかった。飽きちまったよ。Damn it! Tascattaze, Yamai.
俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、山井。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。春日？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ、バラクーダからも頑丈からも狙われて、まあ大ピンチだ。でも茜さんとラニオ連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃあ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。これ、親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといていいんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さーてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。やっ、
てくれるじゃねえか。全力で行くよ。改めて頼む。俺らに手貸してくれ。我を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、山井。ってことだ。わかりやした。下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が山井が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどね。お前がそれを言うのかよ、ったく。あんた、カスが一番つったね。お、おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。なあ、
一番。おい。おばちゃん、どこまで行くんだい？すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれや。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。
だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。初めましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな。なんか照れるな。でも、あかねさん、あかねさんのままでいいですか。もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあ、ラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか。なら、アカネさんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば、アカネが安心できる。あかねさんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、
俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだ。任せてもらえますか、茜さん。もちろん。私もキヨさんももう隠れ続けるのは厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おーっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出のめどがつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよのう。